俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ結構ですね、まあコメント欄だったりとか、まあライブとかツイッターの方でよく言われることなんですけれども、進撃の巨人コラボって復刻いつなんですかと、はい、第4弾っていつ来るんですかっていう話、まあよくされるんですよね。はい、まあ気持ちはわかります。はい、まあ来てほしい気持ちはよくわかります。好きに欲しいっすよね。ジョニーマントとかまた買いたいじゃないですか。立体機動装置とかもチケットで買いたいじゃないですか。進撃 M4 も拡張したいでしょうし、ガチャも回したいじゃないですか。はい、まあその気持ちはよくわかります。まあ待たれている方は結構多いです。まあ今回ですね、まあコラボっていうのもいろいろ来てますけれど、なんだかんだ進撃はまだなのっていう風に言われる声多いですね。エヴァンゲリオンコラボをしても進撃はまだなのと結構言われることが多いですが、今回はそんな進撃の巨人コラボレーションに関するお話プラス、まあですね、まあ今年来年ぐらいに、まあほぼほぼコラボレーションするでしょうっていう作品を今回はまとめていこうかなと、はい、いう風に思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、まあ、進撃の巨人コラボレーションっていうのは、すごく匂わされている要素です。様々なところで匂わせがあります。例えばですね、まあ、新マップに巨人の足跡っていうのがありますけれど、まあ、去年の秋ぐらいに巨人の足跡っていうのが第3弾終わった後、増やされております。巨人の足跡増えておりますので、まあ、当然ですね、まあ、後々コラボレーション第4弾するんだろうなど、ね、普通だったらまあもうコラボしないんだったら、足跡消すじゃないですか。はい。ですけれど、増やしている。ということは、まあ、第4弾。まあ、間違いないだろうな、っていう風に思われている要素の一つです。まあ、運営の方もですね、NGP っていう、まあ、課金者が限定で入れる、まあ、そういう会員制度みたいなのがあるんですが、NGP の限定動画においても、まあ、やっぱりですね、まあ、今後実装していきますよ、っていう話はしているわけなんですよ。人気だったら、また第4弾復刻しますね、っていう感じの匂わせをしているわけなんですよね。はい。まあ、そして、さらにですね、まあ、コラボレーション、どれが人気なのかなっていうのをよくアンケートを取られているんですよね。コア行動運営。まあ、ゲームの中だったりとか、まあ、いろんなところでアンケートを取られているといった形になっております。まあ、そんなアンケート上においても毎度毎度進撃の巨人っていうのは入ってきておりますし、まあ、この間ですね、まあ、銀魂コラボどうしよっかなみたいな、エヴァンゲリオンコラボどうしよっかなみたいな、そういうコラボに関する結構専門的なアンケートっていうのも来ておりまして、まあ、主にコラボレーションの車両スキンどこら辺を次良くしたらいいですかっていうアンケートで、まあ、これに進撃の巨人の車両っていうのも一部入っていたといった形で、まあ、アンケートの方で匂わされているという感じ感じなんですよね。まあ、進撃の巨人コラボをこれだけ匂わせておいて、まあ、来ないというのは少し考えづらいかなというふうには思いますが、まあ、やっぱり今年ですね、まあ、いろんな自粛っていうのがありまして、一度ですね、進撃の巨人 NHK で放送されているもの、最終シーズンというのが延期されてしまっておりました。はい。まあ、この延期があったことによって、まあ、少しですね、コラボレーションの方もタイミングを遅らせているっていう感じだったんですよね。まあ、おそらくそんな感じだったんだと思われます。そんなですね、まあ、テレビアニメシリーズ最終章というのが、アニメシーズンのですね、最終章の、まあ、放送というのがですね、まあ、延期になっておりまして、まあ、それがですね、いつ頃始まるかっていうのが、まあ、ちょっと予想つかないんですよね。まあ、いろんなアニメがやっぱり延期になっていて、まあ、特にですね、長編になりがちなアニメ、まあ、そういう作品っていうのは、かなりですね、延期されがちな部分です。はい。結構ですね、2クール、まあ、24話、半年するようなアニメーションっていうのが、すごい、まあ、延期になっておりまして、約束のネバーランドとか、まあ、そこら辺もですね、同じぐらいの長さになりますから、まあ、同じく延期されてしまっていたと、はい、いうわけなんですよね。進撃の巨人アニメーションは、本来はですね、今年の10月に放送される予定でしたが、それが延期になっておりますので、まあ、来年以降ですよね、の放送になると思われます。まだまだですね、いろんなアニメが、まあ、延期だったりとか、まあ、中止になっている、そういう状況ですので、まあしばらくはまだ進撃のコラボレーションっていうのは少し考えづらいのかなと、はい、いうふうに思われるんですけれど、今年のですね、7月に、まあ、ちょっと劇場版の進撃のアニメーションみたいな、ちょっとしたその今までの振り返りっていうのが上映されていたんですよね。はい。ですので、まあ、進撃の巨人の、まあ、人気を維持するために、そしてまあ、ある程度 SNS 上で、進撃の巨人についてつぶやいてもらって、またですね、まあ、進撃の巨人という作品が忘れられないようにするためにですね、まあ、そういう手っていうのは、大体その、どこの会社っていうのも売ってきます。その一環として、公約を行動ともコラボレーションしていくみたいな、その流れっていうのはまあ十分に考えられるんじゃないかなと、はい、いう風に思われますね。まあ、もちろんその例えばアニメの放映前後ぐらいにそうやってコラボレーションを入れてくる
っていうのは十分考えられると思います。まあ、プラスそうやって、まあ、ワードを強化するためにコラボレーションするときっていうのも、まあ、あるんですよ。例えば、KOF とか、そこら辺のコラボレーションがそういった類のものでした。KOF、あと、まあ、フェアリーテイルと7つの大罪ですね。まあ、フェアリーテイルと7つの大罪はアニメ放映時期にやっていたんで、ちょっと違うんですけれど、まあ、そんな感じで、まあ、検索されやすくするためにコラボレーションするっていうこともありますので、まあ、進撃の巨人もないことはないけれど、まあ、少し現状は可能性として薄めかなといった形ですね。はい。まあ、そんなコラボレーションの方なんですけれども、まあ、進撃の巨人コラボもそうですし、まあ、この作品とのコラボ、まあ、復刻もそうですし、まだやっていないアニメとのコラボ、これもまたですね、今年もそうですし、来年も荒野行動が続く限りは継続的にされているんだろうなと、されてくるんだろうなと、いった形に思われます。はい。まあ、最近はですね、毎月毎月コラボレーションを入れて、まあ、イベントの方を充実させていると、いった形になっているわけなんですけれども、そんな中で、進撃の巨人以外に再度ですね、コラボレーションすることがですね、ほぼほぼ決まっているというか、もうこれ結構確率としては高いなというふうな予想ができる作品が2つあります。まず1つ目が銀魂コラボですね。はい。まあ、銀魂に関しましては、まず1つ目の要素で言うと、先ほど言いましたようにアンケートがございました。コラボレーションの車両どうしたらいいですかっていうアンケートにおいて、まあ、進撃エヴァの他に銀魂の方もですね、結構アンケートの内容に含まれていたんですよ。まあ、このアンケートに関しましては主に銀魂とエヴァって感じでした。で、事実ですね、エヴァンゲリオンの方は第3弾の行われておりましたし、まあ、がっつりアンケートの方で聞かれておりました銀魂の方もまあされるんじゃないかなといった形ですね。まず要素としては一つ目、そしてもう一つ要素というのがございまして、それがですね、銀魂の新規アニメ映画の放映が予定されている部分、はい、そういうのがあるんですよ。銀魂のアニメ映画のまあ放映日っていうのが来年の1月の8日ですね、1月8日となっております。はい。まあ、それ考えると、まあ、年末年始ぐらいにまあ銀魂コラボ第3弾は入れてくるだろうなと。まあ、そこら辺はね、まあ、ほぼほぼ確定でしょうね、銀魂ザ・ファイナルというわけで。まあ、去年も年末の方に入れられてました。まあ、いろいろキャンペーンの方ですね、告知するためにやっておりましたし、今年もまあ年末ぐらいに同じタイミングで銀魂コラボレーション第3弾、これは持ってくるんじゃないのかなと、はい、いうふうに思われます。まあ、これはまあ、ほぼほぼでしょうね。ほぼほぼ来るだろうなっていう要素です。そして、もう一つコラボレーションが予想される作品というのがあります。まあ、これは復刻ではなくて、新規の作品です。結構アンケートにもよく入ってきている作品なんですけれど、それが鬼滅の刃ですね。はい。鬼滅の刃のコラボレーションも、またこれね、予想されております。はい。まあ僕が言わなくても、皆さんもなんか、なんとなくわかるくないですか？鬼滅は来るだろうなっていう。うん。まあ鬼滅の方もですね、まあ10月からですね、今年の10月から新規の、まあアニメの映画っていうのをですね、されることが予想されております。まあ放映前、放映直後、放映後ぐらいにですね、まあ告知をするっていうですね、放映後だったらまあ DVD の告知みたいな、そういうのもありますし、やってくることはまあ十分に予想がつくかなと。まあそして、まあ結構ですね、まあ日本の中で流行ったゲームですね、スマートフォンゲーム、はい、流行ったことがあるスマートフォンゲームでのコラボレーションっていうのを鬼滅の刃はされていることが多くて、例えばモンストだったりとか白猫だったりとか、まあ、そこら辺の、まあ、かつて覇権を取ったゲーム、そしてまあ今なおですね、まあ、衰退したにせよある程度のですね、人口を誇っているゲームにおいて、まあ、知名度アップのために、より良い知名度アップのために鬼滅の刃とコラボレーションをしてくる、そしてまあゲーム会社側もですね、ある程度のその売り上げを見込めるじゃないですか。はい。ですので、まあ、結構されることが多いといった形なんですよね。はい。もちろん荒野行動もかつて覇権を取ったゲームです。まあ、今のですね、衰退しているにしろ人口としてはかなり多い、そしてまあセルランの方にもですね、ある程度乗っかってくるようなゲームとなっておりますので、まあ、同じくですね、鬼滅の刃とのコラボレーション、これはまあほぼほぼ規定路線なのかなと、僕が言わなくてもなんとなく皆さんお察ししていただける作品なのかなというふうに思います。まあ、コラボするタイミングとしては今年はあと3回か4回ほどあります。まず9月のコラボレーション、はい、9月の方にですね、コラボレーション入れてくるかなといった形です。そしてまあ10月の28日にですね、3周年の日付となりまして、まあ、10月半ばから11月末もしくは12月の頭ぐらいまで3周年イベントっていうのも行われると思います。毎年毎年ですね、周年イベントの最後の方で、まあ、新しいコラボっていうのを持ってきたりするんですけれども、まあ、進撃の巨人コラボ第2弾も1周年の最後の方に持ってきていたわけなんですが、同じような形でまあその周年コラボの一番最後の章としてコラボレーションを持ってくるっていう、この部分と、あとまあ年末ですね。はい。年末、去年だったらですね、12月頭と、そして12月末にですね、コラボレーションの方を持ってきておりましたので、まあその4回、もしくはまあその12月をひとまとめとすると3回ですね。はい。このタイミングで、また、進撃の巨人プラス、このコラボも今年もやってくるんじゃないのかなといった形ですね。で、最後に、要素は少ないんですけれど、まあよくですね、まあアンケート、まあこういうアニメ作品とコラボレーションした方がいいですかみたいな、どの作品とコラボレーションした方がいいですかみたいなアンケートがあるんですけれど、その際によく入ってくる作品、
これをまとめていこうかなと思います。アンケート以外で予測できる要素っていうのがちょっとないんで、まあちょっと予想、まあ今回の候補には入れなかったんですけれど、その作品たちっていうのが、まずヒロアカですね。はい。ヒロアカ結構入ってくるんですよ、アンケート。3回ぐらい入ってきますね。はい。同じくですね、3回入っていたのが、リゼロ。はい。リゼロも結構入ってきておりました。ただ、リゼロに関しましては、荒野行動との親和性が若干低いかなと、いうふうに思われます。まあ、リゼロみたいな、まあ、深夜アニメの、どっちかっていうと、まあ、美少女枠ですよね。はい。こういうアニメと、まあ、こういうなんか、銃撃つゲームの親和性って、あんまりよろしくないんですよね。好きな人は好きなんですけれど、結構なんか、微妙だな、みたいな、そういうのあんま好きじゃないなって人も多いのが、まあ、荒野行動といった形ですので、まあ、微妙な部類ですよね。はい。で、そしてもう一つが、五等分の花嫁。これもアンケートに2回入りましたね。まあ、五等分の花嫁も美少女枠。どっちかっていうと、まあ、こういうガンシューティングゲームをやるプレイヤー層の人っていうのは、あまり好きでないタイプっていうのもいらっしゃいますんで、微妙かなっていう部分はあるんですけれど、一応その3つはですね、よくアンケートに入ってくる作品となっておりますね。まあ、どの作品も、やっぱり賛否両論。まあ、鬼滅の刃もそうなんですが、賛否両論がある作品かなというふうに思われます。まあ、逆に言うと、賛否両論があるっていうことは、口出ししたくなるような作品っていうことですね。はい。したくなるような作品ってことはある程度反響だったりとか人の呼べる作品ということにもなりますので、まあそういうところ考えますとなくはないのかなっていうふうに、まあ、思いますし、今後そこら辺とコラボレーションする可能性が十分あるということを、まあ、頭に入れておいた方がいいのかなと、まあ、そのために貯金しておいた方がいいのかなと、はい、いうふうに思います。まあこんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価通知のオンよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリサマラライブやっておりますので、リサマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、動画とコメント欄、コミュニティ欄の方でギフトカードがもらえるようなキャンペーンもやっておりますので、そちらも欲しい人は取ってください。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼちいろいろ動画出しておりますので、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。